皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのサックです。オーダーっておなじみのこの方、皆さん覚えておりますでしょうか。元老院議員でパルパの隣に立つのは、特徴的な見た目のシャングリア人マスアミダです。パッと見のインパクトの割にちょっと印象薄めなマスアミダですが、実は彼が全ての元凶だったことご存知でしたか。今日はそんな議会のナンバー2、マスアミダについて解説考察していきます。そもそもマスアミダって何者かっていう話なんですけれども、マスアミダはエピソード1に初登場し、コルさんとの元老院議会にてバローラム議長の補佐官を務めていたシャングリア人ですね。バローラム議長に不信任案が提出されて、新たにパルパティーンが議長に就任した後もマスアミダは補佐の座に留まっていましたよね。彼はもともとインナーリムにある惑星チャンパラの上院議員として議会に参加していたんですが、実力で議長補佐に任命されているっていうことから、政治的な根回しや各代表との調整に優れていたことがわかります。ただマスアミダ自身、自分にカリスマ性がないことを自覚しているようで、トップを目指すというよりも2番手として信頼を得つつ、うまく渡り歩くことを望んでいたようです。さて、そんなマスアミダなんですが、シスの暗黒教でもあるパルパティンとの関係性はどんな感じだったのでしょうか。マスアミダとパルパの関係なんですが、マスアミダが共和国議会のあり方に不満を感じるところから始まるんですね。理想主義者のマスアミダは、バローラム議長の任期中、共和国内にはびこる汚職や企業とのつながりによって、議会の動きが遅くなっていることに不満を募らせていました。そこでより強権的かつ発言力のある議長を求めることになるんですね。そこで目をつけたのが、次期候補として有力視されるようになってきたナブーのパルパティーン。ナブーの議員団はコルさんとの利権関係に関与していなかったので、パルパが議長となれば、民が主導となる政治体制に戻せるのではないかと考えていたんですね。実際ナブー封鎖事件の際は、議長の優柔不断さをアピールして、ナブー議員団に不信任案を促すような行動を見せていましたからね。議会の場でドロイド軍がナブーを侵略していると主張するアミダラ議員に対し、通商連合代表とマラステア国が調査委員会の設置を要求。バローラム議員が口を開こうとしますが、マスアミダが横から、彼は官僚と口を挟んできます。これによりバローラム議長は委員会の設置をあっさり承認してしまうのですが、それを見たアミダラ議員が、ああこの人いい人なんだけどなんかちょっと頼りないなってな感じで不信任案を提出するんですね。これによりパルパが議長に当選することとなり、マスアミダが望んだ通りの流れになるのでした。新議長が誕生した後、マスアミダは表向きパルパに忠誠を誓うわけなんですけれども、実際のところは最高権力を利用して共和国内の政治をあるべき姿に変革させようと計画していたんですね。しかしパルパはそんな彼の動きに気づいていて、マスアミダが排除しようとしているのが自分にとっても都合の悪い相手だったので、あえて自由にさせていたというわけです。ただこのまま行けばパルパにとって使用価値のある有力者にまでちょっかい出されかねないので、パルパが先手を打つことになります。それはマスアミダに対して、私がシス教ですと自身の正体を告白することでした。レジェンド作品ではパルパが正体を明かした場面が細かく描かれていて、マスアミダの政治能力が政敵を処理するのに役立つこと、パルパが目指す中央集権的な政治思想を共有できそうなことが挙げられています。また実力で議長補佐まで上り詰めたマスアミダの圧倒的な事務処理能力も買っていたのではないでしょうか。共和国を解体し帝国に変貌させるにあたり、やるべき手続きは膨大ですもんね。さて、自らの手で議長を操ってやろうと思っていたら、すべてパルパの手の上で踊らされていたことに気づいたマスアミダは相当ショックを受けるわけですが、パルパの読み通り民の意見を取り入れる個人主義ではなく、独裁的な全体主義こそが真の安定を銀河にもたらすのだと考え始めました。そして議長であるパルパにより権力が集中するために動くことに目的と喜びを感じることになるんですね。ここからパルパが見込んだマスアミダの才能が発揮されていくことになります。それではパルパ政権下でマスアミダが行ったことを見ていきましょう。マスアミダがパルパの下で行ったことは大きく2つあります。その2つとは、戦略諮問委員会の設立、政策面でのパルパアシストです。まず1つ目は戦略諮問委員会の設立。 SAC とはクローン戦争中に独立政系連合に対する攻撃など進捗状況を監督する委員会のことです。 SAC には各星の議員に加え、クワッドドライブヤード社などの産業カルテルの代表、
共和国情報部のメンバーなども参加していました。また SAC の傘下にはデススターの基礎設計を実施した共和国特殊兵器グループなんかがあって、 SAC に関する情報は全てが最重要機密であったため、メンバーの動向には常に気を配り、各グループ間の調整は管理された上で実施される必要がありました。それらの調整を担っていたのがマスアミダだったんですね。二つ目は政策面でのパルパアシストです。議会がざわついた時にオーダーの一言で整えることを得意としているマスアミダですが、それ以外にもパルパの政策がうまく運ぶように様々なアシストを行っているんですね。非常事態権をパルパに与えた時なんかがいい例です。オビアンがジオノーシスで分離主義者の大規模な軍隊を発見した時、パルパは自身が軍隊を組織するための非常事態権を欲しがりました。しかし議長であるパルパは誰かに動議を提出してもらう必要があります。ここでそうだと思って始めたのがマスアミダとの白々しい茶番です。非常事態権を発動すればクローン軍を創設することができる。そんな過激な提案ができる勇気のある議員がいるかね。アミダラ議員がいれば。このやりとりに見事感化されたジャージャーが議会で動議を提出し、可決されることでパルパが非常事態権を得ることができたのでした。このあたりの茶番をノリノリでこなせるところっていうのがパルパのお眼鏡にかなった理由なんではないでしょうか。またミッションに失敗したベイダーがパルパにお仕置きされている際、あえてちょっかいを出し、ロイヤルガードと共に芸術性の高いフォースチョークを食らっていることからもノリの良さが伺えますよね。マスアミダは政治において有能、銀河を支配するナンバー2として有能、そしてフォースチョークを食らうという伝統芸能すらも満点でこなす完全無欠のナンバー2と言えるでしょう。ということで結論、マスアミダの何がすごかったのかというと、政治的調整や事務手続きの優秀さで議長の負担を極力減らすことができること、もう一つはこそこそ裏で暗躍するパルパに注目が集まらないよう程よく周囲の目をそらしている点です。調整や手続きの優秀さで言えば、先ほど紹介した SAC の立ち上げから運営をそつなくこなしたことや、その他多数のプロジェクトの推進、議長としての膨大な承認事務なんかを代理処理している点が挙げられますよね。実際パルパが事務仕事を行っている場面はほとんど見ることができません。マスアミダのこうした行動があったからこそ、パルパが自身の計画を遂行することに集中することができたということですね。もう一つのパルパへの注目を程よくそらすという点は、パルパへの政策アシストとつながる点がありますが、議会にてパルパに都合悪い意見を真っ向から否定するなど、議長がやったらハレーションが広がりそうなことを2番手の位置から実行しているのです。また帝国設立後は裏で暗躍する時間が増えるパルパに疑問が広がらないように、ライトセーバーを燃やすパフォーマンスを繰り広げたり、皇帝の不在を指摘する声を一蹴していたりと、帝国ナンバー2としてパルパの防波堤になっていたのです。つまり皇帝の単なる腰巾着と思われていたこの男は、パルパに権力を集中させ、パルパルにつながる道を防衛する皇帝について危険な存在だったっていうことですよね。そもそもマスアミダの耳打ちがなければバローラムの失墜がなく、パルパの計画もここまでスムーズにはいかなかったはずなので、全ての原型は実はそばに潜んでいたっていうわけですね。もしかしてエピソード3で真っ先に倒す必要があったのはパルパとアナキンではなく、パルパとマスアミダだったのかもしれませんね。